と、えーまあ、聞いたことあるかもしれないんですけれどもあの織田信長公が好んで待ったとされています「高赤米」前の一節「熱森の人間50年」というマップなんですけれども。 まあこの格好してこういうかねあの芸をやりますと皆さん大体私がもう幼少の頃からこういう芸をやることが運命づけられたりもうそういう家にね生まれてそうだというふうにもうすごく思い込まれてあのよく質問も受けるんですけれども実は13年前この芸を始める前までは私はグラフィックデザイナーとイラストレーター そして漫画家を目指して漫画家のアシスタントなんかをやったたりししていました、えーまああのー、今みたいな、ね、芸は何かと言いますと実は織、まあ、田信長公がその美意識そういうい待、まま、った時のです、ねえー、イメージをこう思い浮かべながらそれをこう何て言うんでしょうね、まあ、小若舞というとまたちょっと イメージが違うんですけれども私たちが思う信長公が舞った姿をイメージして新たにこう表現した形なんですけれどもえ、まあ、実はそういうことを始める前に、えー、全く全然違うことが今までずっとやってまして、えー、ずっと遡って、えー、幼少期の頃までに遡りますと小さい頃はもうこんなところで 皆さんの前でお話をするのはとてもとても考えられないぐらい心配症で引っ込み事案であの目立たないように目立たないように生きてたようなそんな子供でしたメガネをかけてあの昆虫とか動物が大好きで昆虫博士とか動物,動物博士って呼ばれて何かあの虫とか出てきたら私のところに持ってきてこれなんていう虫とかって聞かれるようなそんな少年だったんですねで。 えー、そういうところから、えーまあ、中学校の 10,、まあ、10, 10歳ぐらいからです、ね、剣道というのを始めまして、えー、中学ではもう厳しいことで非常に有名だった剣道部そちらで,です、ね、もう本当に怖い怖い中学生の時に私たちまあ1年生だとしたら3年生ってもう本当に大きいんですね。その大きいで先生もゴリラみたいなんです その先生が怖くて怖くてですね毎日地獄のようにあの特訓してもらってですねその時にまに心身ともにすごい鍛えられたりしてえまあそういうことがあったりあとはその怖い先輩が卒業するときにですねえ卒業生を送る会っていうのがありましてその時にもうとにかく先輩を喜ばせないと大変なことになるぞというので一生懸命考えた芸が学校中で流行ったりしたんですねそういうのであの あの芸やってくれやってくれって言ってあの皆さんの前でやるようなことがあったりしてえその人前で何かをやるっていうことのまあみなそ,れでそれを通してその皆さんが喜ぶっていうことのえ快感快感と言いますかねまあそういう感動を得た,得たりしてそういうことが重なってもう本当に引っ込み思案だった私が徐々に徐々に変わっていきました。高校生えその時え 中学生ではね、えっ、ー、と、もう、もう、非常に厳しい部活だったので。もう、丸坊主、つるつるハゲのような状態でですね。あの、で、校則も全部守って。あの、無遅刻、無欠席で。本当にもう、学校内で一番真面目なんじゃないかっていうぐらい。もう、真面目な生徒だったんですね。で、えっ、ー、と、部活の時間って何時までって、大体決まってるんですけども。その時間よりも延長して。本当に夜遅くまで、あの。 練習ができるそのメンバーの中でやってましてあの自転車置き場に帰るともう私たちの自転車が数台残ってるだけでもう本当に真っ暗闇っていうような感じの毎日でその,その後帰ってもう勉強あのおあの勉強しないとやっぱり先生に怒られますしね、まあ、そんなのもあって本当に勉強に打ち,打ち込んだりしてで高校では、えー、地域の ではまあ大体、まあ、上位何位ぐらいまでの人はそ,そこへ通うっていうような進学校に通いましたでそうしますとですね、えー、またここで大きな転換点がありましてそれまでは私はもう動物がとにかく大好きだったので動物園の獣医になりたいと思ってたんですね。でまあ一生懸命勉強して獣医学校に行ってそれで動物園のどっかの就職してゾウさんの 面倒を見るんだとかって思ってたんですけどえ実はその時にあの中学の時に仲良しだった友達が登校拒否っていうか入ってすぐに近いんですけどもで高校の勉強ってもう難しくなってましてちょっとでもあの休んだりするともうついていけないようなレベルだったんですね。心配してあの様子を見に ましたところなんかこう落ち込んでるのかなといいじめでもあったのかなと思って落ち込んでるのかと思ったら実はそうではなくてなんかはつらつとした顔で僕漫画家になるんだとかっていうわけですよ私すごいショックを受けてしまいまして漫画家になるっていう夢っていうのがなんか小学生とかがねウルトラマンになるんだとかね仮面ライダーになるんだみたいなそなんかそういう夢に近いようなもう現実味がないような 夢かと思ってたんですけれども、もう高校生にもなってある程度現実がわかるようなそういう人が、で頭は悪くないんです。なのになのにって言いますか、漫画家になるんだって言って元気いっぱいになってる。え、そういう夢見ていいんだってすごいショックを受けたんですね。もう本当にハンマーで叩かれたようなショックを受けて、でそういうことであれば私だってあの宮崎駿さんとか手塚治虫さんとか。 寛さんとかそういった漫画のすごい影響を受けてあのそ,んなそういうのが描けるんだったら私だって描きたいとで絵も大好きだったんですねその動物の絵とかしょっちゅう描いてましたもんですから美術も大体五だったんですねそれだったら私も漫画家になるって急に転換しちゃいましてねいやもう本当にであのもうその当時ですからコンピューターとかもないのでセル画のアニメとかも作っちゃうぐらい。 背景とかも全部手書きで書いてセル画をこんなこんなってこんなあもう想像するようなアニメのあれをまさにやって8ミリフィルムで撮影したりとかそういうことをやったりもうすごい没頭してたんですね。で案の定成績はあんまりちょっとふるわしくな,ない状態になってしまったんですけれどもで、えー、その漫画家になるって言っても田、あのーまあ、中で書いててもしょうがないなと。 東京へ出てアシスタントにもなるんだろうなと思いましてではと,えと東京に行くには大変だから親の金でまあ大学に行くのがいいんではないかなんていうね横島まあそういうちょっとそういう理由もあるんですけど武蔵美で大学に入ったら今度は大学は大学でもう武術にのめり込んじゃいまして少林寺拳法とか空手とか。 中国武術キックボクボシングでその当時あの k 1とかが走りっていいましたかあのすかそういう一種格闘技戦の試合になんか出ちゃうぐらいもう本当にのめ込んでしまいまして先生からも「お前は武蔵野武術大学じゃないか」っていう <laughs> 本当にそれぐらいあの大好きでのめり込んでいましてまあそういうこともあったりかといってまた一方では。 あの実はバンド活動もしてたんですね高校ぐらいからバンドも始めるいやそれももとはといえばその漫画に役立つんじゃないかっていうのもちょっとあるんですねでもまあ音楽も大好きで,で洋楽を聴きながらあのボーカルであの今とは全く想像もつかないであろうような「あのデス声」っていうですね「w a t e みたいなねあのさっきのこう歌いの声とは全く違うようなあの声であのもう外国の人に憧れて。 肉食ってますよっていうぐらいのねいかにも肉食ってますみたいな太い声に憧れたりあとは CD のジャケットなんかを見てももう西洋のジャケットのデザインとかってすごいかっこいいんですねそれに比べて日本はそうどうなんだろうとかって思いながらすごいヨーロッパの方に西洋の方に傾倒してオートバイなんかもアメリカンのバイクにセパレットハンドルっていうなんかちょっと特殊なハンドルくっつけてツーリングに行ったりとかもう全く日本風のこととはかけ離れた。 極端なところにいたんですねで今度はまたあの虫好きっていうのもまだ継続してまして <laughs> 虫と動物もまだ好きでウデムシっていうね聞,聞いたことないかもしれないんですけどクモとかサソリのの仲間の一種がいますそれ,それをこう研究しにインドネシアとかタイとかカンボジアとかに行って現地の森の中になんか人が住んでるんですね。そ,そこへ行ってあの 宇宙最終軍団みたいなのを結成して虫を取りに行ったりとかそんなこともしたりしとにかく何かやろうって言ったらもう没頭する傾向がありましてまあそんなことがあっていろんなことを経験しながらあの29歳までいろいろまあグラフィックデザインとかやりながらやってたんですけれども実は29歳の時に私のまあ母親からですね母親がですねあの急に ししまして父親から珍しくね電話がかかってきてどうしたんだって思ったら母が倒れたからって,言ってその日は私はバンドで,ですねあの自分がオーガナイズしたイベントのその当日だったんです準備してそのまま行こうと思った矢先に電話がかかってきて倒れたからちょっと,とにかく来いとでももう行った時にはもうすでに冷たくなってたんですね電話の時にすでにもう亡くなってたんですで。 死んんだなんていうことがね、まあ、それでどうしようっていうのでとにかくそのイベントはもう戻れなくてまあうちの家族家族構成というのは母と父と私と弟と4人家族で男3人と母1人女っていう構成で,で母親はリウマチっていうのを長く患ってまして関節が全部痛くて晩年は車椅子だったんですね。そ,れをそういった方を、まあ 男は支えるじゃないですけどで男3人ってなかなか自分たちでしゃべれないですね父親の話は母から聞く弟の話は母から聞くみたいな感じで、ね、なんかそんな感じだったら突然母親がいなくなってです、ね、もう私たちの家族,か家族構成もなんかあのどうやっていったらいいんだろう印鑑もどこにあるのかわからないみたいな状況で,です、ね、もう非常にあの大きな喪失感ショックを受けたんですね。 例えて言うならばあのハードディスクが急にあの消去されちゃったみたいなそれぐらいのショックがあってでその時にですね実はそのこの「武学」に通ずる私の使命っていうものがですねドーンとこうダウンロードされたようなよくねあのスマホなんか持ってらっしゃる方アプリケーションをダウンロードしようと思ったら容量が足りませんっていう時はありますでしょ 1>, で1個似たようなやつ消すでも入んない2個消すでも入んない3個ななんか何個か消しても入らない時ありますよね。だかららら何個入入れようとと思ったら結構なないと入らないんですね、まあ、そんなようなこともあって私の中ですごく大きなあの空洞が開いた時にその大きな武学っていう今やってたんですねあな能と古武道武士のたしなみとされていた茶の湯とかそういったものものを 意識みたいなのを一つにまとめたあの芸術表現っていうもののそ,れそしてそれを通して、えー、世界に対して日本が世界に対して、まあ、今度のサッカーでもあのワールドカップですね日本の真似して他の国もなんか掃除を始めあの観客が掃除を始めたとか善,善意の輪っていうのがね広がってるとかっていう日本人が自分さえよければいいではなくて他者のことも思いやれて でそういう考え方とかをやっぱりそのなんて言うでしょうね日本人としてその生き様っていうのを世界にどんどん発信していきたいなと思ってるんですね。で、えーまあ、その一つの手段としてこの「武学」っていう表現とあとはその武道っていうものですね。あのこういうい、まあ 見てそのまま真似るっていう方もいらっしゃいますけれどもお話の中で例えばあの日本人はこういう自分さえ受ければいいではなくてみんなにとっていいことも考えられるよとかって言ったとしてへえって思うかもしれないんですけどじゃあ実際それできるようになるかというとまた別の話と思うんですねでも武道をやっている方空手とかやってる方想像してみてください外国人の方はオスオスと礼儀正しかったり勝っても勝ち誇らないとか 日日本本人人よりもららししいいいいなという方がいらっしゃいますよねでその方たちってそういうふうになりたくてあの空手を習ったのかというと実は強くなりたいなとかかっこいいなと思ってそれを習うその結果自然自然とその血肉になっていく、まあ、そういったことをですね私はその「武学」っていうまた新しいその試合で勝って勝負を決めるんではなくて美しさを競う。 とというと、まあ、語弊があるかもしれませんけれどもそういうまた新しい形の武道なので今まで武道に興味がなかった方にも発信していきたいなとそういうふうに思って活動しておりますこのあとまたあの少しお時間をいただきまして表をつけて実際にその演武を先ほどちょっと見,せあの見ていただきました「熱盛」森の前編とあとは「の前編とあとは「 八島という源義経が活躍する演目を披露させていただきます少しでもまたその思いが伝わればと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします